メリカ西部ワシントン州で列車が脱し、一部の車両が高速道路上に落下して、客ら3人が死亡、およそ100人が怪我した事故で、NTSB、国家運輸安全委員会は、列車が制限速度の時速48キロを幅に上回る120キロ以上で走行していることを明らかにし、本格的な原因調査を目ました。アメリカ西部ワシントン州のシアトル、郊で、18日朝、アムトック、全米黒金、旅客公社が運行する14編成の列車のうち13両が脱線して一部、車両が下を通る高速道路上に落下して、洋車やトレーラーと衝突しました。さに、見ますと、この事故で列車の乗客、3人、死亡したほかおよそ100人が怪我をしました。NTSB によりますと、脱した地点の制限速度は時速48キロだにもかかわらず、事故当時、列車は故を大幅に上回る128キロで走行していということです。事故現場の手前には火部があり、現地のメディアはスピードのしすぎで、列車がカーブを曲がりきれず、線したと伝えていて、NTSB は、事故、左官およそ20人を現場に派遣し、本格な原因調査を始めました。アムトラック、事故現場の区間に設置されたスピード、自動的に制御する装置が使われてい